からローマ字の手話のことを話します。ローマ字の手話というのは指文字のことです。指でアルファベットを表します。指文字の発祥は中世ヨーロッパの修道院と言われています。修道士たちは沈黙を守らなければならない修行の間、手話や指文字で会話を工夫したそうです。その指文字が16世紀スペインで耳の聞こえない人の教育に取り入れられました。その後18世紀にフランスに伝わり、19世紀にアメリカに渡りました。多くのアメリカの耳が不自由な人たちはアメリカ手話 American Sign Language と英語対応手話 Signing Exact English を使って会話をします。アメリカ手話は英語と全く違う文法を持ち、演劇のように体全体を使って言葉を表現します。一つの独立した言語になっています。例えば I'm going to the store というとき、アメリカ手話では Me go store と表します。それに比べ英語対応手話は指文字を使って英語の文法通りに言葉を表現します。指文字のいいところはアメリカ手話で表現しきれない言葉、人の名前、外来語などを一文字一文字指の形で正確に表せるということです。今からアメリカ手話と指文字を使って話します。私の名前はモイですと言いました。私の先生の名前はミスサネですと言いました。このように日本人の名前も指文字ではっきりと表現することができます。私の気づいたことは、隣同士の指文字はよく似ているということです。例えば M と N、I と J、G と H、そして U と B などです。指文字は静けさを保たなければならない場所や、うるさくて音が聞こえないような場所でも会話ができる便利なコミュニケーション手段です。皆さんも勉強してみてください。これで発表を終わります。ありがとうございました。あー、もえちゃん、もえちゃん、もえちゃん、素晴らしかった。ね、さあ、質問は、さあ、質問、もえちゃんに今、いっぱいもえちゃんね、この手話を覚えてました。質問ありませんか？じゃあ先生、質問しましょう。すごく上手だったんですけど、もえちゃんは手話を習っていますか？このためだけに勉強したんですか？うわー、すごい。どのぐらい時間かかったんでしょうね。聞いてみましょう。どのぐらいですか？これ決めてからですか？そう。そしたらあんまり長くないね。だってね、途中でもチェンジしたし、だから1週間ぐらい。そしたら終わっちゃった。おわ、2、3日であれだけ。もう一回やってもらいましょうよね。さっきのちょっと上手でした。どうですかみんなね。はい、私の名前は萌えです。私の先生の名前はミスサナエです。お、先生の名前ああいうふうにやるんだね。あー、そう、素晴らしい、ね、どうもありがとう。よくやりました。他質問ないですか？あ、ほずみくんから出ました。はい、これ日本のやつもあるよね。50音にいく、
今ほじみくんの質問は、この今のこれねローマ字だったけれど日本語もあるんですかと言った質問でした。そうしたら、萌ちゃんの答えがはいあります。できますか？それはちょっとできない。ああその時代ができてるかもしれないね。 OK、 とにかく素晴らしかった、萌ちゃんの課題はローマ字の手話ですね。ですからローマ字の手話についてよーく調べてそしてやってくれましたね。みんな素晴らしかったと思いませんかね。はい、じゃあ拍手しましょう。